タレント、岸飛鳥、32、が20日、アベマ的ニュースショー、日曜正午、に出演。渋谷のスクランブル交差点で痴漢被害に遭った過去を明かした。番組ではグラビアアイドル、ラム、26、が自身の YouTube チャンネルで渋谷駅のホームで痴漢被害に遭ったと怒りをあらわにしたニュースを取り上げた。同じくグラビアで活躍する岸は、普段、痴漢対策をしているのであまり経験はないんですけど、渋谷のスクランブル交差点を歩いていた時に後ろから金髪のブロンドのお姉さんにお尻をガッと掴まれたんですよ、と告白。岸は最初は女性だと思ったそうだが、パッと見たらめちゃめちゃでかい男の人が女装していて、女性だと思ったから私もちょっと警戒心が緩んでいた。計画的で怖いなと思った、と振り返った。MC の千原ジュニア、49、は、家からそれ、痴漢、をするために家から女装して渋谷に出てきてるってことしょうね、と眉を潜めていた。